レ0ジとなりましたリオチのミタイトルラジオ第十九回目今夜もよろしくお願いしますこの番組の担当は私リオチと山内ですはいということでこんばんはこんばんはなんか遅かった、ね、<laughs> あ、ごめんなさいちょっといろいろ 機材が大変で、はい、すいません、いつもありがとうございます。いええ、とんでもないです。楽しんでやられす、やらされ。やらされ、やらされ。私やらしてるみたいな感じ。楽しんでやらされています。はい。ということで、なんかさっき、FM エ能宜野湾に来る時。めっちゃ大雨でした。だからね。はい。すごかった。ねすごい雨降ってきましたね。久々の傾いって感じ。ですね。なんかでも、今日。私午後。うん。 13時ぐらいにアラハービーチに行ったんですけど、なんだろう、海側はすごい晴れてたんですけど、うん、あの陸側はすごいなんか雨雲だったんで、もしかしたら降るかなってずっと思ってて、降りそうで降らなかったんですけど、夕方になったら降りましたね。あなるほどビーチは何しに行ったんですかえ <laughs> 見に行った、見に行ったんです。見に行った。海を見に行ったんです。ええ、そうなんだ。泳がなかった。泳がないです私は。ずっとみ見るだけです。海は見えるもの、<laughs> そういうことです。<laughs> そうですか <laughs>。はい。で、デスノート読んでましたは。海で。はい。<laughs> 見つかわしくないな。<laughs> 海でデスノートは。デスノート最近読み返してるんですよ。暇だから。ええー。 マンガ携帯に全部入ってるんで漫画全巻入ってるからいいのはい頂<戴> <laughs> どうやってあげるんですか <laughs> 実家にはあれがあります実物の、えー、全巻持ってるんですよあんなに好きなんだテスノとお好きですねうんいいですねうちに実家に同じのが2部ずつありますはあんなに好きなのいや 私が全科持ってて、はい、なぜか弟も同じの全科買ってるんですよ。え、もったいない。貸してあげるのにと思ってだからね。<laughs> っていうことで、なぜかね、同じのが二つあります。はい。はい。えーっとですね。はい。ツイキャス紹介していいですか。どうぞ、目が見えないんだ、私は。あんつばさん来てます。こんばんは。こんばんは。さっちさんも、こんばんみ。こんばんみ。黄昏に行ったのかな。 黄昏、<に>あそうね、もう癒されるからね。波の音とか。ええー。でもデスノート読んでるね。ね <laughs> でもデスノート読んでるって、なんか意味わかんない状態になってました、ね。意味わかんないね。はい。いやさぐれたいのか、黄れたいのか。はい。癒されたいのか。<laughs> いろいろごっちゃ混ぜチャンプルーされてます。そうだね。はい。ええー、そして。 うん？スプリームさんが来てますね。おこんばんは。F.M. ギノアセカンドって通知が出てたから何かと思ったら収録ですか？といことはい収録です。はいはい。スプリームさんリオチさんは知ってますかね？えっ、ー、と<ー>最近聞いたこと二ヶ月ぐらい前からか番組始めて。あ F.M. ギノあれですか？うん、あそうなんですね。あいやいやいやお姉さんの方です。あ私がですか？はい、そうですよ。 <laughs> 同じぐらい時期だなとか思ってたんですけどそういうことか私のことか <laughs> そうですはい、はい、そうなんですはい、うん、イリアスと申しますよろしくお願いしますにそうなんですよ最近ね、うん、私はラジオをこうやって始めさせていただいて、はい、もともとね埼玉の、ね、ちっちゃな市のちっちゃな人だったんでちっちゃなだっけ,け いやわらびです <laughs> そうわらびからこうとことこと移住してきましたそう、はい、何を思ったか沖縄に移住してそうなんですよはいどうですか最近この移住の移住すごいいい,いいと思いますね本当。海とかさっきも行けてはいはいそっかだって内地にいたらねこの飛行機乗ってわざわざビュンって来てホテルチェックインして車レンタカー借りてとかもう一大イベントですよ確かにねえ 埼玉から来たらね。そっか埼玉海ないしね。<laughs> ないです。<laughs> ない。大変だね。シーはないですよ。だからね東京の海っても汚いんでしょう。ああ、まあ、ね、でも大体、大体じゃなくて今は綺麗になってきてますけど。へ<ー>でもやっぱりね、透き通ってはないですね。透き通ってない。うん、そっか。黒い。黒い。あら、黒い。まあ、あんだけ人がいたら黒くもなるよね。 <laughs> しょうがないよ泳いでる魚も地味な魚ばっかだし一応魚いるんだね東京はまあね船で出て漁してるぐらいだからいるんでしょうけど、うん、確かにああいうカラフルな魚はいないですよねなんかシャん鮭みたいなのしかいないですああちょっと黒いやつ黒いやつナマズみたいなやつ <laughs> はい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  <laughs> なるほどねはいということで、うん、じゃあ今週も収録配信配信 <laughs> そうですね、はい、やっていきましょうということで、はい、この番組では皆さんからのメールを募集してます、はい、メールアドレスはりおトラジオアットマーク Gmail.com まで送ってくださいまた毎週水曜日の18時頃から番組の収録をツイキャス YouTube で生配信してますよ、はい、ツイキャスは f m g n o n ンド、うん、2 n d y o u t u b e r りおちうちナ大好きこれ検索してくださいね、うん 放送中にリスナーさんのコメントを読んでいきますよ。ツイッターはハッシュタグリオチラジオでつぶやいてくださいね。はい、リオチはひらがな、ラジオはカタカナです。うん、はい。ということで今週のテーマはえー、っとあれですよ。甘えたい派、甘えられたい派です。甘えたい派か、甘えられたい派か。はい、今日のツイートのいつもメール募集するときにツイートするんですけど。はい。 ちさんとねちょっとポンブリが送っちゃいましたね。ちょっとリスナーさんからのなんかツッコミで発覚したんでございますけど、うん、まあちゃんとその後、ね、あのね引用リツイートで「ごめんなさい」ってツイートしたから許してください。はい、はい、ということでね「うん、甘えたい派」か「甘えられたい派」ってどっちですか僕ですか僕はもう完全に甘えられたい派ですよね。 ああ、でも、そうですよね。そんな感じしない?。そんな感じします。そうそうそう。私も甘え、あ、私はあれだ、甘えたいかな、大派でしょう。ん。完全にそうじゃないですか?。猫には甘えられたいですけど。え、まあ、ひ、え、これ、<laughs> 猫相手の話ですか?。<laughs> え、え、<laughs> <laughs> これ、あれ、人人と,ともつだな、俺は。<laughs> 猫とかに甘えられたいかなみたいな。あ、なるほど。今日はじゃあ。 犬猫に甘えられたいか甘えたいかのお話ですか。<laughs> いや違います。全般全般。全般ね。ねねあ、な,なるほど、なるほど。びっくりした。はい、ということで、皆様じゃあどうなんでしょうかね。ね、でもりょうは絶対甘えたい派だとは思いますよ。ね、うん、甘えられたいのはやっぱ猫ですね。<laughs> 男がさ、もしさ、甘えてきた、ちょっと嫌でしょ男の人がニゃんにゃしてきたら。キャッてなってな。<laughs> <laughs> ハウス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 ,ハウスなるよね多分ね <laughs> そんな感じだよねうんそうですね、うん、もう男の人でもなんか年下のね子供とかだったらいいですけど子供とお付き合いするわけじゃないですし、ねうん、それは犯罪ですね <laughs> <laughs> どうですか今までのその男性はやっぱり甘えさせてくれる人が多い、はい、うんまあそうですかね そんなこともあったような気もしますけど、いつの話なんだか遠い未来、遠い未来、遠い過去ですね。<laughs> 未来いっちゃった。未来ポ。ポンブリがすごいですね。<laughs> どうしたんですか。<laughs> ツイッターから。今日はそんな日か。え、今日,今日はそんな日今日はそんな日ぶっ飛んでます。はい。はい、しょうがない。えっとちょっとじゃあコメントもいいですか。はい。スプリームさん、甘えたいあせ愛されたいおじさんです。甘えたい願望で先輩である。 初代嫁と結婚し、失敗。あ。なるほど。爪切りや耳かきは嫁にしてもらいますが、これは甘えてる<ー>ということで、どうですか。甘えてますね。完全にね。やっぱ耳かきとか怖くないですか、だって。え、でも、どういうの、爪切りやってっていうのかな。じゃないですか、こう差し出すんじゃないですか。えー、そっか、えー、すごいね。 爪ぐらい自分で切りなさいよって言うカチン言う <laughs> そっかだ,だそうです、えー、サッチェさん今旦那に聞いたらどっちもってだけど季節によるらしいよ季節で変わるの <laughs> どういうこと <laughs> あでもどっちもなんだねサッチェさんはどうなんでしょうねさっちゃんはどっちなんだろうなどっち派なの 見受けられなかったですね、うん、私もそんな感じはしますけどでも2人の中だとはかったりするかも確かにねあるからね外面は、うん、そん,なんかね強い感じだけど、うん、2>, 2人だとにゃんにゃんなのかもえっとあんつばさんはそんなこと言ったらキャバクラの姉ちゃんに甘えにいっちゃうよ <laughs> それは何なの <laughs> それはまた別じゃない、はい、ねえー、メールもいっぱい 今日来てるそうなんか YouTube からも<う>何だろうコメントとにかく明るい明るい花っちさんナハナッチさんとにかく明るいナハッチさんから「那覇、うん、は土砂降りですよ今外出先で雨宿りしてます午後6時16分現在」と。うん、ねえ。 なんか雨雲でも抜けるんじゃないですか、天気予報見ましたけど。雨雲レーダーから。かね、まあ、一時的なもんだと思いますけど。うん、あ、でも濡れたら風邪ひきますよね。そうね。うん、なるべく濡れない方がいいですからね。はい。うん、ということで、じゃあ、メール読んでいきましょう。はい。ようちやまさん、こんばんは。お久しぶりのラジオネーム、サッチいです。おお、さっさん。はい。して。今日のテーマ、甘えたい派、甘えらいたい派、だけど。 たちはどちらかといえば甘えたい方だけど実際は甘え方がよくわからんから逆に甘えられてるのが多いかもねあ,あ、こういう女性多いよねああ、確かにいおちゃん甘え方わかるねではでは今日はツイキャス見てるねといただいてますはい。甘え方わかんないかなんかもうそのムードじゃないかな <laughs> 確かに甘えるってじゃあどうするのってことなんだけどはい 結局何かをやってもらえばいうんうんうん練習としてまずはさっきシュプリームさんがやったみたいに「詰め切ってもらう」とか「あ<ー>ちょっと耳掃除して」とか、ね、それがちょっとハードル高ければマッサージが一番いいんじゃないですか、ねうん、ああ確かにそれがなんか入り口としていいかもしれないですね,ね、うん、どうですかサッチさんマッサージをしてもらういいね,ねうん、うん、今日疲れたっつってね ね、さっちゃんもなんか結構そういったね現場仕事でしょ多分うん、ね、体疲れてるだろうからねマッサージしてもらった方がいいかもね <laughs> そっからやっぱり甘え上手になっていただければなるほどね、うん、確かにいきなりねハードル高いとちょっと私ちょっと甘え,られる甘えるの下手かもとか思っちゃうからね、うん、最初は優しく。 何かをやってもらうというのが一番いいかもしれないですね。うん、はい。じゃあ、次行きましょう。へい、hey, そこの甘い泰さん、甘え明かし泰さん。<laughs> ハートマークが付いておりますね。二人っきりになると、めっちゃ甘えん坊のひふみ。じゃ<わ>、どう、ひ、ひ <laughs> ごっくんちょう。うわ。ここ笑えてきて。ひふみさん、さっき下で会いましたよ。ひふみさん、甘えるのか。<laughs> きついな。<laughs> 今日のテーマ「あなた甘えん坊それとも甘え,甘えられん坊」ですが、はい、54年生きてきた生きてきて思うのはこの世ですべての人は甘えん坊ってことだなほうみんな本当は甘えたいでも恥ずかしがり屋や,や照れ屋で甘えることを我慢したりできなかったりしてるだから甘える前に自分の周りの人は甘やかそう。うん そして次に一番甘えたい人に思いっきり甘えよう。は一応そんなことしたらみんなぬうんぬぶしるってた <laughs> んたん,どんぬしぶる人はぬしぶらぬしむむむしいですね。<laughs> んみんなあのこと難しいな。<laughs> ぬしぶる人はぬ,ぬぶしらしとけ。うん。でがわかおはがわるわさぬ。 どういう意味でしょう。むブルって。<laughs> むしブル。うん。自分が悪いよって。あ、なるほど。だ、ワンの心が。もういいよって言うまで、甘えとこうね、過去笑ったか。<laughs> やめかち東北しりじゃ、すべての最初といただいてます。<笑>,笑ったわ。<laughs> いや、文章にすると難しいな。うん、方言は。 えっとひふみさん陽性に何が言いたかったんだろう。えっと <laughs> 確か<に>みんな甘えん坊だよってことか。まあそうですね。で、うん、自分が甘えたいから、はい、他人をまずは甘やかして、うん、その後自分が思いっきり甘えるということですよね。まあそういうことが言いたかったです、ね。まあでもそれはいいあれじゃないですかね。はいはい。ねみんなをまずは甘やかして、どん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 うそう。ですね 与えて与えて、はい。で自分が解消するのは本当に一番好きな人にっていうのはいいんじゃないですか。<laughs> 確かに。さすがですね。タイトルがぬぬぶしる調子に乗るため、うん乗るだてて <laughs> あれなんですかね、ヒーフミさん寄ってるのかな。いつもこんな感じだと思いますよ。ですよね。これ、うん、多分あの放送月曜日の放送終わってからすぐに送ってきて。 あじゃ酔っぱってるかもね。てるんで。うん、さっきそう下で会った時に、うん、あの今日のテーマ何って言われて。はいはい,い。え今日はこのテーマですよ。あ、うん、じゃあ今から送るねって言っていやひふみさんこの前。やばい。決勝日に送ってきてからますよっつって。<laughs> あそうだったって言ってましたけど。やばいな。ねこのテンション高めはちょっとすごいですね。うん寝てないかもしれないですね。<laughs> はい。はい。 じゃあ、次、やつさん、山ばさん、こんばんは。ラジオネームたかぼで。すたかぼさん。いつもありがとうございます。はい。テーマ甘えたい、甘えられたいハでスが、結論から言うと両方ですね。ああ、そうなんだ。はいはい。器用なの。相手がいるならば、私に甘えてほしいし、私も甘えたいですね。うん。そんな甘え、甘えことを言うな。かっこ、ビシバシ。 <laughs> ここにもテンションが高い人がいますね <laughs>。テンションみんな高いですね。いいですね。でもそっちの方が楽しいからね。はい。うん、とかつされそうですね。はい、だって人間だもの。うん。どちらかだけでは疲れますよね。確かにね。確かに。すべては妄想、妄予想。<laughs> お前。<laughs> 座布団一枚ですね。はい。お前。<laughs> こういうの私弱いんですよ。弱そうだね。めっちゃ受けてるよ。はい、よかったね高尾さん。こういうのちょっとね弱いですよね。うもう布団が吹ったんだで笑いますから。すごいね。はい。してなんなんていう話だったっけ？OK? <laughs> え <laughs>、まあ？まあ両ま両方ということですね。両方甘えたいし甘えてほしいしっていう。はい、そうですね。まあ、確かにあの僕も甘えられたいタイプですけど、はい、あのそれは。 全部が全部甘えられたいわけじゃなくてはいはい82ぐらいよねうん、まあ、2割ぐらいは甘えたいですよね状況によりますよね、うん、うツイッターからもコメント来てるんですけどツイッターも来てたよねそういえばねこここがちたかしさん、うん、ヤンバルクイーンあヤンバルクイーンさんあああなるほどヤンバルクイーンさんか、はい、ヤンバルクイーンのりおちさんやっと来れましたヤマピーヤッホーと。 フフフああ眼持ってくればよかったこれ YouTube でしょ私のそう YouTube ではいはい、はいはい、ありがとうございますはいじゃあ次はい、はい、リアスさんこんばんは埼玉のはちみつ一家です<ー>ありがとうございます自分は頼られたいので甘えられたい派ですねあ<ー>う逆に人にお願いするのが苦手なので、うん、甘えるのは下手ですうん、はい、飲みに行っても、うん、奢ったり人より多く出しちゃいますああ あなるほどそれある、ね、甘えさせてもらった後と負い目というか歌詞みたいななんか違和感が残るので嫌です。えー、相手は気にしてないでしょうけど素直に「ありがとうございます」でいいんですけどね確かにこういうのって難しいですよね。うん、確かにな。この、えー、僕も結構多く出したりするんですけど。はい まあ立場っていうのもあるんだけど、うん、酔っ払ったらさな気分が多くなるわけよとにかく財布に入ってるお金全部出してしまうわけさ <laughs> だからうん、うん、これはねもうケースバイケースでちょっと考えないといけないああ出してあとはジャムみんなで割っといてみたいなそう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 はい、はい、これがね翌日財布に金が全然ないからびっくりするわけよ <laughs> <laughs> 何しての 確かにね、これとねあ、ま、甘えないとかっていうのとは僕はちょっと違いますねうん僕の感覚はねなんか人それぞれということですねそうそうそうやっぱりそうなんだなと思った <laughs> 今はちみつ一かさんの聞いてうん <laughs>、えー、そっかでもまあ女性はねおごられたらいいんですよ <laughs> でも女性もなんかおごられるの嫌だっていう人はいますからねいるよねいますいます、うん、ななまあ人それぞれなんでしょうけどだからあんまそれはおごる人にもよるんじゃないですか あのあ、確かに。この人何か目的があっておごってるなっていうのが、女性はほら。感性が鋭いから、すぐわかるじゃないですか。はい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 。それで拒否ってくる方もいますよ、ね。よ<あー> <laughs> そうですね。それはあるかもしれないです、ねはい。俺はもう、その時はよく見抜いたなと思いますけどね。うんうんうん。私はもう寄ってる時はもうわかんないから。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> それがいいですよ。はい。はい。次行きましょう。はい。 こんばんは毎週録音して聞いてますお,お<ー>ありがとうございますもう録音して聞いてるやつとかもう神だな神だなね発明図ですよろしくお願いします、うん、あはめまして誰ヒレッチさんかヒレッチさんはいありがとうございます、はい、今日の、えー、メールテーマですが私は甘えられたい派ですね、うん、自分は甘えるのが苦手でむしろ甘えられたい願望があります、うん 世話好きなのかもしれません。うんうん、皆さんどうですかと。来てますね。なんかやっぱり、こう、僕ら年代は甘えられたい派が多い気はしますよ。よ男性はね。年代でやっぱ違うんですか。わかんないでも、うん、そうね。今の子、若い子たちはどうなんでしょうね。若い子どうなんでしょうね。そもそも恋愛に興味ないか。っていう人いますからね。本当にね結構でもいますよね。びっくりするよね。じゃ、あ何に興味あるのって言いたくなる。二次元。 二次元って何もできないよって話ですけどね <laughs> 二次元はでも裏切らないから <laughs> う確かにねそう裏切らないんですよ傷,傷つかないからそういうのも、まあまあ、でも傷ついて傷ついて傷ついて強くなると思うんですけどね確かにで傷つく恐れもあるけど、うん、喜びはとってもでかいじゃないですかはい、はい、そうですね,ね そういいとこもあるし悪いとこもあ,あるっちゃあるんですけどね。山内さんは四十七歳でございます。<laughs> なんでいけなりなんでいけなり <laughs> い？安藤さんが聞いてきたから。<laughs> 何歳いいって聞いた。安藤さんなんで年を聞いてきたんですか。だから年代がっって,って <laughs> ああそういうことかそういうこと、ね。伊さん勝手に僕の同年代にしましたけど。はいはいはい。大体ねやっぱり僕もやっぱりつきお付き合いしたりして。 たリード異性には甘えてほしいですから。うんうんうん。うん。なるほどですね。はいはいじゃあ次リオイさんこんばんは。えつぶあん派のアンつばです。あ <laughs> アンつばさん。<laughs> あ私は腰は腰あん派ですけど。 粒粒が残ってんのは、歯に挟まるじゃないですか。挟まるね。そう、それが嫌です。はい、よろしくお願いします。はい。はい、今日のテーマ、甘えたい歯甘えらいたい歯で。ツイートしてましたが、うん、リオウさん、最近甘えたいのかな。自分は月末、本当に数日にるので、甘えていいですよ。<laughs> ー <laughs> テーマ、甘えたい歯甘えらいたい歯あ、甘えてほしい歯 自分は甘えてほしい派ですね。ではたまに甘えたい、いいですね。過去洗かこあい。ほろほろやっぱりそうじゃん。うん。あんつぶさん、俺の二つ下っていうから、やっぱり世代的には甘えられたい派なんですよね。はいはいはい。で、<ー>これ一個と通り越して、50代になると。また違うんですか。甘えたいに変わるかもしれない。さっきのひふみさんとか、スプリームさんみたいに。はいはい、へえ。<laughs> そこの線があるんです、ね。あるかもしれないね。また、これまた不思議ですね。 本当に来るんですね。またお仕事かな。うん、いいですね大。大東島ですよ。いいな。山根さんの好きなうそう、大東羨まえー、でもリト行ってみたいんですよね。一個もないの？一回もないですまだ。えー、マジミヤコとかもない？そう、4月にあの、うん、ヒーローと行く予定なんですけど。はいはいはい。なんかさホテル代出してあげるか。もう一人いるんですよ。うんうん。 がなんかその人がホテル代全部出してあげるから行こうってだこれまた甘えてちょっと行ってこうかなといいじゃないですか <laughs> でも4月まだ先ですからね確かに、はい、そっかなんかこのラジオを通して分かったことは年代で違うと、うんはい、じゃないかな <laughs> 俺若い時は完全に甘いキャラだったんですよ 20代前半とかはしかも年上好きみたいな感じでへえだけどもう今全然年上好きああ年上好き年下好きもいいですねああ来週ってガチャ引きますガチャ引きますはいじゃあ来週のテーマを決めたいと思いますじゃあ来週のテーマガチャ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 ポンということでえっとね 地元の特産品を紹介してください。ああ、地元の特産品を紹介。技能湾とかって何かありますか、ね、あります。何があります来週紹介します。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあ来週聞けば技能湾の特産品が分かります。そうそうそう。はい。はい、わらびは何もないですけどね。せうなぎかな。おお、いいじゃん。うなぎはあります。うなぎはあります。あんつばさもぜひ南大東のね。 そうです特産品,特産品教えてください、うん、はいえっとコメントばばっと紹介していいですかはいえっとシプレミさん甘えたいもあるけど甘やかされたいな甘えさ,さしても見て見ぬふりできる女性が理想お<ー>かっちゃんテーマ甘えたい派甘えられたい派かっちゃんはやっぱり女の子になったら甘えられたいねっていうことです なるほどです、ね。はい、スプリミさん、毎週収録してまあーキャス配信してますので、ぜひよろしくお願いします。大体この時間ですよね。大体6時10分、はい、15分ぐらいから。じゃあ、皆さん、おやすみなさい。はい、ということで、私、リアチタ <laughs> ー。おやすみ、軍内、バイバイ。